私の趣味は釣りです。海や川、どこでも場所を問わず幅広く楽しむのが私流ですが、特に船で沖へ出ての釣りは、醍醐味が味わえるためお気に入りです。これはそんな私が、随分前に体験した話です。長期連休を目前にして、私の心はいても立ってもいられない状態でした。というのも、その長期連休に仲間と旅行がてら釣りを堪能するという企画を立ち上げ、首を長くして待ちわびていたのです。起きている時はほぼ釣り、そして自分たちで釣った海の恵みを魚にして酒をたしなむ。考えただけでもよだれものの贅沢を想像するだけで、心が躍ります。そして仕事が終わり、連休初日。天気にも恵まれ、私と仲間二人の計三人で車に乗り込み、まずは宿泊先へ到着です。温泉に入って夕食を済ませ、明日早朝からの準備に取り掛かります。きっと明日は釣れるなという予感を胸に、床に着きました。ふと目を覚ますと、まだ夜です。ですが時間を見るともう起きる時間。釣り人の朝は早いのです。テキパキと準備物を用意して、日が出る前には宿を後にしました。今回お世話になる船長とは、もう長い付き合いです。地元でもベテランの方で、海のことは知り尽くしたという知識と経験には絶大な信頼感があります。再会の挨拶もそこそこに、早速沖へ出発しました。夜の海というのは幻想的な雰囲気が漂います。漆黒の闇。船の光がなければ、自分の体すらはっきりとは見えません。月が出ていればある程度は見えますが、見えると逆に広大な自然の中に、ポツンと置かれている状況が目に入り、恐怖すら感じてしまいます。釣りを始めた頃に空も白み始め、私たちは釣りまくりました。船長がおすすめの穴場スポットは外れがありません。みんながある程度の釣果を上げた頃でしたでしょうか。私はある音に気づきました。ギー。ギー。何かがきしむような音が、波の音の合間に確かに聞こえます。船の音かな?とも思いましたが、それなら今までも聞こえていたはず。突然聞こえ始めた音に、仲間たちも、なんだろうね?と首をかしげます。すると船長が突然、お客さんたち、すまんが潮が変わったみたいで今日は終わりだね。すまないね。と言って、船を陸へ移動させ始めました。違和感がありましたが、船長の言葉は絶対です。まあ明日もあるしな、というわけで、私たちは観光を楽しむことにしました。私は陸に戻ってからも、あの音が気になって考えていました。魚の食いは絶好調だったのに、なぜ船長は帰る選択をしたのか。いつもなら船長の方が率先して粘り、魚をあげさせてくれるはずです。あの音には何か秘密があるのだという結論に、私は至りました。次の日、また日が昇る前の夜中から船に乗り込み、沖へと向かいます。移動中、私は何気なく船長に聞いてみました。あのギーギー言っていた音は何だったのか、と。すると船長は少し困ったような顔で、まあ、帰れっちゅう合図だわ、と答えます。もう少し詳しく聞こうと思ったのですが、ポイントに到着したので、私たちは釣りを開始していきました。波はとても静かで、いわゆる凪の状態です。海だけでなく私たちの竿も静かで、当たりの来ない時間が流れました。ギー。ギー。静寂の中、またあの音が聞こえ始めました。どこから聞こえるのだろうか、と耳を澄ましていると、遠くに何かが見えるのに気がつきます。それは小さな木造船のようで、誰かが船上に立ち、櫓を動かしていました。少しずつではありますが、どうやら私たちへ向かって進んでいるようです。船長、ロコギの船が、私が伝えると、船長は、本当か、と大声を出し、漕いでる人はいくつ見える?と尋ねてきます。
私は一人、仲間は二人、もう一人は何も見えないと言います。答えを聞くやいなや、船長は船を動かし、私たちは転びそうになってよろめきました。荒っぽくてすまんが、急いで戻るぞ。船長のただならぬ雰囲気に、私たちにも緊張が走ります。一体何なのだろうかと思っていると、船のエンジン音に混じって、また、ギー、ギー、と音が聞こえました。まさかと思って船の後ろを見ると、木造船がだんだんと近づいてくるのです。手漕ぎの船が動力船に追いつくなんてありえません。一体あの船は何なのかとじっと見つめていると、私は見てしまったのです。船を漕いでいたのは、ミイラでした。骨と皮だけになって、とても生きているとは思えない人が、それでも動いて船を漕ぎ向かってくるのです。船長、近づいてくる。恐怖から思わず声を上げますが、船長は反応すらせず操縦に夢中です。あや一体、何なんだ。見える仲間と呆然としていると陸が見え始め、追ってくるは次第に離れて見えなくなりました。陸に上がると、船長は、今日は宿ではなく、神社に泊まらなければならない。と言って、私たちを案内します。神社に着くと船長は、神主と思われる人に、お客さんたち、火事故を見ちまったんだ。と伝え、それでは預かると言って、有無を言わせず泊まることになりました。神社は私たちにとても良くしてくださり、船長もサービスだと言って魚を振る舞ってくれました。私たちが宿泊していた宿の方も応援に来てくれ、思わぬ体験ができたなんてのんきなことすら考えてしまいます。火事故って何なのですか？食事も終えて一段落したところで、私たちはことの真相を聞きました。昔、戦前よりもずっと前の頃、海が目の前に広がるこの地域では、漁が主な仕事であり、家族総出で海へ出て生活を支えるのが日常だったそうです。当時は学校なんてものも普及していませんから、年端も行かぬ子供も、貴重な労働力であったと言います。ところが、漁獲量の増加と人手不足が相まって、どこからか労働力を調達しなければやっていけないようになっていきました。そこで白羽の矢が立ったのが、生活苦によって売りに出されたり、身寄りのない行き場を失った子供たちでした。今では信じられないことではありますが、子供が貴重な労働力として人身売買や奴隷、強制労働の犠牲となっていた時代が、日本にもあったのだそうです。これは漁だけに関わらず、農業等他の仕事にも当てはまり、公の歴史としては残っていませんが、全国的に行われていたことであったというのです。もともとは、火事故、と言って、その家の子供が牢獄役目を担っていたため、労働力としてやってきた子供も火事故として働きました。ところがその扱いは、次第に非人道的な方向へと向かっていき、単なる労働力としか見なされない子供たちは、朝から晩まで働きっぱなし。逃げ出したり反抗しようものなら、凄惨な仕打ちを受けて亡くなる場合も多くあったと伝わっているそうです。果たしてどのくらいの子供が火事故となり、犠牲になったのか正式な記録はなく、真実は闇の中です。そんな時代が続いて、いつからか私たちのように海で、火事故の亡霊を見た、という話が出始めたと言います。船に乗っている火事故の数は見た人によって違うそうで、多く見えるほど近いうちに死ぬ確率が高まる。おおむね4人以上だと、1週間もしないうちに何らかの理由で死亡する。見える火事故の人数は、その人の社会的な地位に密接な関係があるとわかっている。例えば多くの部下がいる社長のような人や、有名人、村長、また財を多く持っているような人も、火事故を見ると死ぬと言います。前に、数えきれないほどの火事故を見たという社長は、数日後に崖から転落して亡くなったのだとか。近年は非人道的な労働もほとんどなくなり、
幽霊も時間が経って成仏していっているのか、か事故を見たという人自体が珍しいと言っていました。幸か不幸か、私たちはうだつの上がらない平社員だったのもので、か事故を見ても影響はないそうですが、一応大事をとっての対処として、神社に泊まることとなったのです。その夜、トイレに行きたくなって私は目を覚ましました。歩くと、ギー、ギー、なる廊下に、思わずか事故のギーギー音が重なって、背筋が寒く感じられます。とっとと済ませて、布団へ潜り込みたい。焦る気持ちで用を済ませていると、音が聞こえました。ギー、ギー。近いような遠いような距離感で、確かにあの音が耳に入ってきます。まさかか事故が来た？私は身動きせず、息を潜めて神経を集中させ様子を伺います。音はいつまで経っても止まず、不気味に一定のリズムを刻み続け、私はどうすべきか必死に考え続けます。トイレで一晩重工してじっとするのか、いや思い切ってトイレから脱出し、神主さんたちへ助けを求めるべきなのでは。まさかか事故が、手違いで大した人間ではない私をあの世へ連れて行ったりしないよな？冷や汗をにじませながら私が出した結論は、トイレから出て助けを求める、でした。息を潜め、なるべく音を立てないよう慎重に移動し、恐る恐る扉を開けて様子を確認します。廊下の右を見て、左を向いたとき、それはそこにいました。子供くらいの身長の、青っちょろいミイラが、廊下に突っ立っていたのです。目と口にはぽっかりとやたら大きい黒い穴がアンバランスに開いていて、目の前に存在しているのは確かなのですが、信じられない現実に、まるで作り物のような印象を受けます。私は恐怖で大声を出そうと試みましたが、声どころか身動き一つできません。立ったまま、金縛りになっていたのです。か事故も私もピクリとも動かなかったのですが、か事故の黒い目を見ていると、それがどんどん大きくなっていき、まるで吸い込まれるかのような感覚に陥りました。気がつくと、私は布団へ横になっていました。傍らでは神主さんが祈祷を行っていて、起きた私に気づくと、目覚めてほっとしました、と胸を撫で下ろしていました。その後、私たちにこれといった異変はなく、無事に旅行から帰ってきました。旅行中の釣りは断念せざるを得なくなってしまいましたが、あんな出来事があったのでは仕方のないことです。最近になってブラック企業という概念が認知されましたが、古くから使うものと使われるものの間にある問題は変わらないのでしょう。か事故ほどの悲惨さではないにしろ、同じような苦しみが今の世の中にもあるということに、胸が締め付けられる思いがします。この件以降も私は海釣りを続けていますが、当時の船長も亡くなって、今ではか事故の存在すらほぼ消えかけています。ですが、か事故が受けた苦しみだけは、せめてこの先も教訓として伝わっていかせるような社会になってほしいなと、願うばかりです。